モハーベ軍はアメリカ合衆国アリゾナ州北西部隅に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は20万186人であり、2000年国勢調査からは約4万5千人増加した。軍庁所在地はキングマンである。最も人口が多い都市はレイクハバス式であるが、人口が固まっているのはブルヘトィ。 モハーベトリデおよびモハーベバレーのある地域である。モハーベ軍には、グランドキャニオン国立公園やミード湖、レクリエーション地域の部分、およびグランドキャニオンパラシャント国立保護区のすべてが、入っている。カイバブ、ホートモハーベ、およびフアラパイの各インディアン居留地も軍内にある。モハーベ軍は、アリゾナ準州議会第一会期が最初に創設した、四軍の一つである。 当初の軍作会は、成形113度20分より、西、ビル、ウィリアムズ川より、北と定められていた。1865年に、パイユート軍が分離設立され、その領域の大半が1866年に、ネバダ州に割上された後、1871年に、残っていた領域が軍内に戻ってきた。現在の領域は1881年に、 確定されたものである。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は13,469.71平方マイルであり、このうち陸地は13,311.64平方マイル、水域は158.07平方マイルで、水域率は1.17%である。その面積はアラスカ州を除いた、 大陸アメリカ合衆国の中で5番目に大きな軍である。やはり隣接するアリゾナ州ここ2の軍、ネバダ州、内軍及び同州エルコ軍である。西側軍境の大半はコロラド側となっており、カリフォルニア州、ネバダ州及びユタ州とも接している。コロラド側は軍内を東西方向に流れ、その北側はアリゾナストリップ。 南側はモハーベ砂漠という二つの地域になっている。モハーベ軍と隣接する軍の面積はアラスカを除けばそのような塊として国内最大である。その総面積は89,567.34平方マイルであり、アイバホ州一州よりも大きい。軍の面積で国内充血にはいる四つの軍が含まれている。モハーベ軍内には 以下の公共用途空港がある。カッコ内は連邦航空局高度。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。カッコ内は人口ゴーストタウンキングマンアリゾナ州立刑務所はアリゾナ州強制部が所有し民間が運営する刑務所であり、もはや部軍のゴールデンバレーとキングマンに近い未編入領域に位置している。軍内には次の教育学区と カレッジがある。ありがとうございます。